の政党自由主義、親欧州主義の中道派政党。2007年フランス大統領選挙に、フランス民主連合から立候補した、フランソワ・バイルが、選挙後の2007年5月に結成した。透明に関しては、当初は民主党を名乗る予定であったが、同盟の政治団体が存在していたため、民主運動に落ち着いた。バイルは、大統領選挙の、 1> 第1回投票で、ニコラ・サルコジとセゴレーヌ・ロワイヤルに飽き足りない、中間層から支持され、682万119票を獲得し3位につけた。中道志向を強めた、バイルは、4月25日決戦投票では、サルコジ、ロワイヤルの、両候補、いずれも支持をしないことを表明したが、多くのフランス民主連合議員は、 国民運動連合候補のサルコジの支持に回り、選挙後に多くの議員が国民運動連合に流れることとなった。バイルは自分を支持する5名の議員と共に中道新党の結成に動いた。フランス民主連合幹部と議員の多くは、この中道新党の結成に反対し、ジャンルイ・ブーランジェを除き5月10日のフランス民主連合総会を 結席5月18日に構想が発表された、別の新党欧州社会自由党を結成する。民主運動は、2007年国民議会議員選挙で、577選挙区のうち、535人の候補者を、擁立した。国民議会議員選挙は、2回投票制で、第1回投票で過半数に達する候補がいない、場合、 登録有権者数の12.5%以上を得票した候補者が決選投票へと進出する権利を得る。6月10日の第1回投票で民主運動はフランス全土で198万1107票を獲得したものの最有量勢力の対決の中に埋没し決選投票に残った候補は6名に過ぎず最終的に当選を果たしたのは バイル投手を含む3名だけで、ナポレオン家の末裔シャルルナポレオンを含め候補者の大半が及ばなかった。ありがとうございます。